どうも、田口スポーツです。今日はですね、このグラブマニア必見のクボタスラッガーのレザートートバッグというのを紹介したいんですけれども、そのレザートートバッグというのが、まあ、今年のカタログから載ったんですね。で、載ったんですけど、カタログの端の方にちょこんと載ってて、その存在っていうのは忘れられつつあるんですけれども、なんたって受注生産品なので頼んですぐ来ないんですよ。なおかつそれを店で在庫で置いてる店っていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、なんとですね、こういうものなんですけど、色はオレンジと黒があって、これショーなんですけど、ショーと台があって、結構値段が張っちゃうんですけど、まあ、それをちょっと紹介していこうかなっていうふうに思います。なのでちょっと皆さん、あのグラブマニアはですね、心して見てほしいと思っております。紹介していこうと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで早速なんですけれども、このトートバッグ中を見ていこうと思います。で、外側から見るとね、もうほんとグローブのウェブがついてて、紐はあの普通の公式の紐だと思います。でも作りとしてはもうグローブなんですね。うん、グローブっぽい感じを再現してますね。なのでカバンっぽいというかグローブですよね。で、チャームポイントはこの辺めっちゃ可愛いです。このなんかこうお茶目な感じで作ってますよ。ここしっかり縫製というか、なんか手作り感が出てて、すごい個人的にはあの流行ってほしいなっていうふうに思います。で、こんな感じで裏は、で中はちょっと今グローブ入れてる状態なんですけど、グローブ1個入れて半分ぐらいになるんですね。で、これが小サイズなんで、ちょっとしたお出かけにはいいですし、あんまりでかすぎるの嫌だなって人はこっちかな。中はあんまりその革じゃなくて、こう布が貼ってあって、コンパートメントがここにファスナーと、こっちに小物入れ2つですね。こんなでかくはないです。だからちょっとしたね、あいつ野球マニアだなっていう感じを出せると思います。割と女性が欲しいっていう人もいて、どうかなっていうところですね。ちょっと皆さん、お一ついかがですかって言える値段じゃないんですけど、3万4000ぐらいするんですけど、そんな感じですね。で、台の方はどうかと。台の方はですね、さっきのやつと比べると、ちょっと比べますか。これぐらいじゃん、だいぶちゃうぞ。で、こっちはですね、まず値段4万3200円と、あのヘビー級の値段ですけれども、グローブ、公式のグローブ買うことを考えると、公式のグローブの革よりも多くの革を使ってるんですね。で、紐も使ってなので、割と素材にはこだわってますね。というよりもコストがかかってますね。で、さっきあんまり紹介できなかったかな、ここ留め金というか、この辺もちょっと可愛らしいんですけど、こういうので留める。で、開けて、でね、グローブね、1個入れてもまだまだ余裕あるんで、まあ、2個入れれますかね。そんな感じがします。あとね、ポイントは何ですかね。あ、一応なんか注意書きみたいなのあります。注意書きが、あの、ちょっと見えない。革、まあ、持ち味を生かすために色を変えてるんです。まあ、普通のグローブみたいな感じなんでしょうね。色落ちとかもするし、変色もするから、まあ、ちゃんとお手入れしてやらないといけないんでしょうね。っていう感じですね。もうその、そっとやそっとじゃ、ちょっとやそっとじゃね、欲しいって言ってもなかなか買えない人が多いと思うんですけど、でもいざ欲しいって言った時に、うちちょっと今ありますんで、ぜひとも一度ご検討されてはいかがでしょうか。やっぱりけど、やっぱこっちの黒かな。黒の方がなんか扱いやすそうな気はしますが、これ小型のね、オレンジないの、小型のオレンジ売れちゃったんですよ、なんと。ということで、大型の黒2つと、小型の黒と大型のオレンジがあります。これ全部在庫ですね、うちの。ですので、もしね、なんかそれ欲しいなっていう人いたら、一度連絡ください。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。あとカメラ変えました。今後ともよろしくお願いします。
では、ありがとうございました。